最近メイドを雇った。仕事熱心で真面目だけど。僕はこいつのことが気になって何も手がつかなくて困っている。怪しい。こんな古びた小さい屋敷にあんな派手なメイドが来ることが怪しい。この間なんかこっそり書斎で怪しい分厚い本を何か呪文みたいな言葉を発しながら読んでたし。それに何かご用でしょうか坊ちゃま。この吸い込まれるような紫の瞳が怪しい。怪しい。は、もしかして私のことがそんなに気になりますか。なんでわかった。え、お前さては僕の心が読めるのか。こんな綺麗なメイドを初めて見たからか、お前のことが気になって気になって夜も眠れないくらい考えていたことに気づいていたのか。え、はい。なんてメイドだ。坊ちゃま、今晩からよく眠れるようハーブティーを用意いたします。うむ、よろしく頼む。やっぱり怪しい。あいつは一体何者なんだ。お、失礼いたします。ハーブティーはいかがでしょうか坊ちゃま。うむ、ご苦労。いちいち行動が怪しいし、口数も少ないから何を考えてるかわからないし。僕はなんでこんな怪しいメイドを雇ってしまったんだ。申し訳ございません坊ちゃま。旦那様が亡くなられた今。分かっている。みんな今までありがとう。大丈夫だ、僕はこの屋敷の主人なんだぞ。承知しました。では私どもはこれで。坊ちゃまもお体にはお気をつけください。うん、お前たちもな。両親を交通事故で亡くした僕はこの屋敷を相続することにした。でも財産も少ないから使用人たちは全員解雇した。親戚のみんなは反対したけど、この屋敷で一人で生きていくと決めたんだ。よし、今日から頑張るぞ。なんたって僕はこの屋敷の主人になったんだからな。何でも一人でできるようになって早く一人前の大人になるんだ。よし、まずは朝食を作るぞ。次は洗濯だ。これくらい簡単簡単。次は掃除だ。おお、すごい吸引力だ。何でも吸い込むぞ。ちょっと待った。あ、疲れた。使用人がいないとこんなに大変なんだ。お湯を入れて待つだけなら僕でも作れるぞ。
誰だ。あんなメイドうちにはいなかったと思うけど、怪しいぞ。誰だ。こんな遅くに失礼します。見たところ使用人の姿が見当たりませんが、坊ちゃまはお一人でしょうか。そうだけど、この屋敷に何の用。突然の申し出で恐れ入りますが、私をぜひこのお屋敷で雇ってはいただけませんでしょうか。何を言ってるんだこいつは。こんな時間にますます怪しい。いや、うちは貧乏だから、ついさっき使用人たちも解雇したところだ。いえ、お給料はいりません。こちらに住み込みで働かせていただければそれで良いのですが、お一人では何かと不便ではございませんか。別に。私にお任せいただければ掃除も洗濯も食事も全て坊ちゃまがご満足いただけるようご奉仕させていただきます。そんなの必要じゃ。綺麗な瞳。なんだろう、僕この瞳どこかで見たことがあるような。いかがでしょうか。わかったよ。でもここの主人はこの僕だ。使えないとわかったらすぐに追い出すからな。いいな。はい、ありがとうございます坊ちゃま。やっぱりやめとけばよかったな。でもこいつは今までいたどのメイドとも違って、ご飯を作らせれば絶品に美味しい、掃除をさせれば屋敷が一段と輝いて見える。それにこいつが洗濯した服はとてもいい匂いがする。何か魔法にかけられたような気分だな。魔法？そうか！もしかしてお前は魔法使いなのか？魔法使い？美味しすぎるご飯、隅々まで磨かれた部屋、着心地のいい服、それにその怪しい瞳、普通の人間ではないな！バレてしまいましたか。そうです、私は魔法使いなんです。実はこの瞳で坊ちゃまを私の虜にする魔法をかけていたんです。まんまとかかってしまいましたね坊ちゃま。なんて冗談。やっぱりそうだったのか。僕は気づいていたぞ。こっそり書斎で魔法の本を読んで呪文を唱えていたのを見てたからな。しかもお前が掃除したものはみんな輝いて見えるし、洗濯したものはいい匂いがする。それにまるで宝石みたいで、見つめられると吸い込まれてしまいそうなキラキラした瞳、ドキドキして目が離せなくなるその瞳、僕を虜にさせる魔法だったんだ。なんて恐ろしい魔法なんだ。坊ちゃま、それでは私は買い出しがありますので。